おはようございます。おはようございます。今日はですね、1年7ヶ月ぶりの友人ライブ、1日の岸くんの、友人ライブの始まる前から、この朝から夜までも、撮っていこうかなというふうに思ってます。やべ、オープニング言うの忘れてた。はい、すみません、パカパ、ひろすけ。はい、まあそんな感じでね、ちょっととりあえず空港向かいたいと思います。はい、一日お願いします。お願いします。空港から来た、ね、空港ですよ。空港に来たね。羽田空港着きました。第2ターミナルに向かいたいと思います。ってか、どの辺止めたか覚えてないけど大丈夫そう。っていうか、なんかこの感じ久しぶりだね。何このオフさん。やばくない？オフ、ちょっと2人でメガネしてブスすぎるでしょ、ちょっと。まあいいや、久しぶりだね。はい、今手荷物検査終わりました。マネージャーさんはピッピッピ引っかかってましたね。あー、すげえ。年輪屋だ。ケバブにしか見えないの。もうもはや。麺張りすぎじゃね。ライブハウスの近くに、あれがあったらいいんだけど、サウナ。ありがとうございました。さてなことで、ラウンジ、なんかちょっと大人になった気分でしたね。さあ、登場しますか。はい、はい、登場します。はい、ありがとうございます。はい、天気ええな。いや、花の刑事、四国か。 3F。 こんにちは。こんにちは。店長、3F、 ありがとうございます。どうでしたね。機内に着きましたが、すごいことに気づきました。アイマスクをギターケースの中に入れちゃいました。本当適当で、そういうの。誰かさ、どうにかして、もう荷造りとかできなくて朝やりましたもん、今日。景色はこんなです。どう？はい、札幌着きました。はい、寝れない飛行機は。新千歳空港です。空港駅、札幌駅に、はい、電車で向かいます。切符って久しぶりに。札幌到着でーす。イエーイ、来ました。いい天気だね。札幌駅、イエーイ。お願いします。お願いします。あー、なんか久しぶりに移動とかして疲れた。寝れないのが辛いよね。そうなんだよね。はい、到着です。はい、到着しました。スパイスです。お世話になります。おはようございます。お願いします。お願いします。さあ、楽屋に、着きましてですね、今ギターの準備を終えたので、一旦僕が僕になる時間を。ちなみによく聞かれるんですけど、カラコンはつけないです。よく聞かれるんですけどね、ノーカラコンです。さあ、コントされたのよく見えますね。おはようございます、岸です。
今日って原則本番までここ待機ですか？すぐ近くにサウナあること気づいて3分ぐらいだったんですよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日もありがとうございました。はい、どうもありがとう。ああ、改めまして岸洋介です。よろしくお願いします。黙食なんで喋れないです。はい、私はサウナに行ってまいりました。開業します。お願いします。ちょっとね、頑張りたいと思います。ちょっと準備します。はい、聞いてもらって、はい、あ、出た、あれになるやつだ、うん、これ試してるね。でもガット試してないです。あ、そうそう、ガット追加で。うわぁ、すげぇ。岸洋介、お願いします。緊張するな、これ。あ、これいいね。やっぱ隣で緊張してる人がいるとですね、僕もすっげー緊張しいなんですけど、今日大丈夫そうだな。手拍子とか OK よ。すごいなんかこう小鹿みたいな感じになってて、すごい嫌になってきちゃって前髪上げてきました。どうですか？気が付きました。これか。ライブ終わりました。ありがとうございました。伊関さんです。改めまして、はい、どうも伊関でございます。楽しかったですね。うん、ちょっとあの反省点もいっぱいありましたけれども、はい、あの東京公演でね、もう挽回できますようにというか、はい、ちょっと頑張りたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。お願いします。あ、店長どうぞ。今日もお願いします。
いやー、ゆうさんがだってあれだからね、あの PA だから歌いやすかった、はい、うん、でもね、ちょっと緊張しました、さすがに確かに久しぶりだったから、ちょっとねちょっとね、うん、ふわふわしちゃった、最後までやったね、やったでしょ、やったやってきたでしょ、うん、また東京もよろしくお願いします、東京が大事だからね、東京やろう、お願いします、よし、ゆうさんでした、てなことで、スタッフの皆さんと一緒に、ギリギリでしたから、はい、どこだっけ、信玄、信玄、ゆうさんに教えてもらったんだ、昔俺、行きましょう、行く時、うん、今日はちょっと2人ともダイエット中だけど、うん、今日はね、うん、地方はいいでしょう、ね、地方はいいでしょうということで、信玄食べたいと思います、はい、来た来た、いやー、うわー、ゆうさん見て、飯テロやば、いただきまーす、今日だけはダイエット解禁、うん、うまっ、信玄めちゃめちゃ美味しかったです。ここからホテル戻ります。漏れてない？ああ。白い白い。さあホテル着きました。どうします？いい部屋。いい部屋ね。今一瞬帰ってきてすぐですね。あの、メイク落とし。メイク落とします。ちょっとついて。僕はまず何をするかというとですね、もうお風呂に入ります。すぐ。もうすぐ入ります。もうね、もう嫌なんですよ。なので、着いたら僕はすぐお風呂入ります。さあ。お風呂上がりました。もう完璧です。何にもやることないんですけど、需要ないと思いますが、私は、今からね、ちょっくら、うん、このまま読んでいきたいなと思います。まあこの前これどうせ読んだところでカットだと思うんですけど、もう今現在21時ぐらい、21時半ぐらいなんですけど、もうこれ読んでまったりして眠くなったら寝ますが、また何かあったら撮ります。はい、おはようございます。秘宝です。昨日ですね、本当はあの勉強していろいろカバンの中紹介とか、誰も欲しくないかもしれないけどカバンの中紹介とかいろいろやろうと思ったのに死ぬほど寝てました。ありがとうございます。岸洋介です。そして9時に集合なんですよ、朝マネージャーさんと。で現在の時刻はね8時59分なんですよ。でこれ8時にね一緒に飯食いに行こうぜって言ってて、でそこから LINE が来ね、人を待ちます。遅刻確定なんで電話したいと思います。あれそんな夜更かししたのかな、朝強いんだけどねあの人。ただいま電話に出る、出ないっすね。すいません、申し訳ないです。お待たせしました。はい、めぐみの栗ですが、今回の旅の最後は海鮮を食べます。失礼します。はい、お待たせしました。こちら人気ご食堂のイクラをズワイガニに入ってます。はい、わーお、ありがとうございます。はい、大丈夫です。ありがとうございます。ゆっくりどうぞ。はい、いや、美味しそう。いただきます。というわけでね、はい、到着しましたね、東京に。帰ってまいりましたか。わかりなさい。はい、疲れましたね。疲れました。楽しかったですけどね。
久しぶりの友人ライブでございます。はい、お疲れ様でした。楽しかったですよ、とっても楽しかったし、久しぶりに人に会ったよね、なんか。で、やっぱり人前で歌うとやっぱりちょっとテンションが変わりますね。今この瞬間この歌詞届けみたいなテンションになりやすい、非常に。だから、あ、歌楽しいなって久しぶりに思いましたね。曲が終わった後の拍手だよ。あれなかった最近。そうか、うん、確かに。でしょ。さあ、というわけで、今回も帰ります。はい、今回の動画はそれよりも、まあ、ライブのね、ライブの時岸どんな生活なのみたいな感じだったじゃん。うん、俺昨日寝ちゃったんだよね、撮影途中で。あと戻った後にいろいろ撮ろうと思ったのに撮れなくて、うん、だからまたリベンジしようと思いますが、はい、まあ、今回ただの Vlog だね、うん、っていう感じで、今回の動画はこれで終わり。また会いましょう。参拝チョコラギ、ダダー。てっちゃん、はい、てっちゃん、はい、ねね、ねねかな、ねね、うん、グランドマザーから荷物が届いたのよ、うん、せーの、ふっ、完成。うわ、うまい。うまい。そうやんな、久しぶりに食べる味ってことね。最後